はいえー、ホワイトベース館内放送でございます今日はねあの、バイクを人が手放す時ときとういうタイトルで,です、ねえー、話してみようと思うんですけどもあの、ホワイトベースではオートバイの買い取りを行っております。あなたのバイク、次のオーナー、いい人見つけますというテーマで,です、ね、やってるんですけど、えーっとね、僕は、ね、どんなに大事にしていたバイクでも、どんなに一生乗り続けると言っていたバイクでも、別に手放していいと思います。はい 売っちゃっていいと思うはい。これねどういうことかっていうとね皆さん勘違いしてると思うんですけどバイクの所有者である人間がバイクを手放すとかねそういうその偉そうなことを考えているように錯覚してるだけなんですそれは錯覚してるだけなんですバイク自身がそのオーナーの元に舞い降りて 役目を終えたら自分から旅立っていこうとしているだけなんです。それをただオーナーはその雰囲気を感じ取ってるに過ぎないんですよ。ね、わかりますか要はワンワンに例えるとワンワンを飼ってるんじゃなくてお世話をさせていただいているんです。はい。あのね、犬だけに限らずね、あの猫でも鳥でもね、あの僕はそれでいいと思ってるんですけど。はい えーまあ、そんな感じだと思います、はいえー、その方がね、多分ね、皆さんあの、しっくりくると思うんですよ。まあ、本当にね、えー、使わなくていらなくて、もうこんなもん、どっか持ってってくれっていう場合ももちろんあるんですけども、大体の人がね、あのこのバイクがその自分が所有しているよりは、もっとね、えー、たくさん乗れる人が持っていた方がきっといいんじゃないかとかね、あのそういう思いって、 もちろんその高く売りたいっていう気持ちもあると思うんですけども、どこかにあると思うんですよ。だから、バイク手放すときっていうのは、思いは一つだけではないと思うんですね。 はいえー、なので、えー、あんまりねそのバイクの売り買い、まあ、売るっていうことに関してですね、えー、なんかそのハードルを持たないでもらえればなと思います、ただ、1回手放してしまったバイクっていうのは、同じ車種を手に入れることはできても、ですね全く同じ状態で、全く同じようなものっていうのは、まあ、結構珍しいので、あのまあ、根性の別れであるなとういうふうな感じでですね。えー 別れは惜しんで写真とか撮って僕が動画を撮ってとかでねやらせてもらえればなと思っておりますけれども、はいまあ、基本前提として大前提としてですね僕はそう思ってますので皆さんの,、ね、そのバイクの出会いと別れっていうのに対してですねとても責任を持った上で大切に送り迎えをさせていただいております、はい、その中で,ですねバイクを手放す事情の いくつかをですね僕の中でこう紹介してみようと思うんですけどあの男性がねバイクを手放す理由と女性がバイクを手放す理由ってね結構差があってあの男性がバイクを手放す理由っていうのがねあの結構その自分ではなく誰かのためにっていうケースがとても多いですね例えば今自分はすごくその事故を起こすわけにはいかない状況になっているのでとあ,のあるとどうしても乗っちゃうから ね、一回手放そうと思うとか、あとはその自分の,その、ね、子供のために、なんか資金を捻出したいとか、あのそういう、まあ、もちろん結婚とかね、あの子供ができたとかね、そういう理由があってのことだと思うんですけども、あの結構、ね、誰かのために、何かのためにっていうことで、えー、一旦そのバイクを諦めるというようなパターンが多いですね。 でその時に免許取るときによく動画を見てたのでということで、私にお声がけをいただくっていうパターンですね、非常にこれはありがたい,い,い話です。はい、であとは、そのそうだな、まあ、それが本当、一番多いんですよど、まあ、次はもう本当、乗り換えのケースですね。 えー、ずっと持っとこうと思ったんだけどもと、新しく買ったバイクの方やっぱりたくさん乗るしと、えー、しばらく乗らないでいると、やっぱりエンジンもかからなくなっちゃうしと、えー、任意保険も2台分っていうのは大変だしということで、えー、こちらはちょっと手放そうかなと思いますっていう形で、えー、複数台持ちになった場合に、また1台持ちに戻るためにですね、えー、バイクを手放されるケースーとかですね。あとはあのー、肉体的な そのの事情によるもの肉体的な事情っていうのはあのーまあ、病気とか怪我とかっていうのももちろんあるんですけど体格に合わない場合何、はいあのー、とか頑張って乗ってたけれどもやっぱり一回ちょっと怖い思いをしてとか重すぎる足つきが悪すぎるとか大きすぎるとかあそうしたことで、えー、手放されるケース、はい、もあります。で もう一つは単純に飽きちゃったパターン。はいあのー、気がつくともうだいぶ乗ってないと。ねえー、買ってから1 0 0 0ぐらいしか乗ってないでもう2年経ってしまったと。ねえー、車検がもうすぐ来ると。それで、えー、果たしてこれを自分が所有しているべきなのかどうかというところで悩んじゃったんでと、ねえー。ちょっともう楽しくなくなっちゃったからというケース、はい、があります。はい、これも、ね、意外と多いんですけど。あのーまあ 他人はねああだほうだ言いますそれに対してでも僕はね飽きちゃったっていうのはありだと思うのだってさゲームに例えてみるとさあのどんだけ例えば僕なんかドラクエ3ねとかすごいハマった世代ですけども小学校の頃ねいまだにドラクエ3やってないもんねやっぱどっかでやっぱあのクリアしてまたもう一周やってどっかで飽きてレベル99とかやってみてもうやり込みもしてっていう人もいるだろうけどやっぱどっかで飽きてもう やめちゃうんでですよどれだだけ好きだったもものに関してもねで次はドラクエ4、5ってやっていく人もいるんですけど僕はもうドラクエ4で終わってて5以降はやってないのねあんだけ好きだったものに関してやってないのファイナルファンタジーもやっぱりあのやってるのとやってないのがムラがあるしね それと同じで、オートバイもやっぱりね、あのー、どっかで飽きちゃうっていうのはきっとあると思う。えーまあ、人によっては、僕もそうなんですけどあの、どんどんね、新しい楽しみ方を見つけていったりとか、あの全く同じような乗り方でも飽きずに、ね、毎回毎回、近く走るのでもね、あのとことか走ってるだけで楽しい、こういう人種もいます。はい、よく言われますバイク何が楽しいのこの寒いのに乗ってる人いっぱいいるけどさ、何が楽しいの乗ってるだけいや。乗ってるだけで楽しいじゃん。バイク,はバイク走 走らせたくな,んのっていや、ま、な,なるよって。なんかほらだってなるじゃん空いてるしさもう久しぶりに天気も悪くないしさそしたらなんかねちょっと1周でも走ってこようかなって走るのが楽しいんじゃんって言ってもねあのバイク乗らない人に1ミリも分かってもらえないのね,ねほ特に女性ねあのそういう話をするとああやっぱり男性の趣味なんですねっていう話でもうあのそう言われちゃうとね説明のしようがないの。 男性の趣味なんですね。うん、そう、うん、あ、まあ、まあ、まあ、僕たちもお化粧とかわかんないからね。っていうので、話がこう、終わっちゃう。はい。まあ、そういう人もいれば、やっぱそうじゃない人もいるし、あのそうじゃない人も最初は楽しかったかもしれない。僕みたいにあの、乗ってるだけで飽きないっていう人もいれば、乗ってるだけだと飽きちゃう。楽しみ方がわかんなくなっちゃう。そのうち乗らなくなっちゃうっていう人もやっぱりいますね。 はいまあ、あの今、話したのはあ結構、男性、女性ともにあ、ER、るケース。 で、逆に女性がですね、バイクを手放すときっていうのは、あのー、割とその今話したですね、えー、乗らなくなっちゃったっていうですね、そういうものが多い,い気がするな。そんなにたくさんね、女性ライダーから買い取ったっていうことは僕実はないんですけども、その中で言ってもですね、ガツガツ乗り換えてて、こう、ね、古いバイク乗らなくなったからっていう人は今までの本当ね、あの、14年の中でね、ほ,ほん数名しかいないかな。うん。なんかね、 あのこんな話をするとね、女の人に本当申し訳ないんですけども、あの彼氏の影響で乗る人が多すぎるのね彼、彼氏の影響とか、旦那さんの影響でっていうと、結構そういう人はガチなのよ、でも、彼氏の影響であのファッションライダー始めちゃった女の子って、別れると降りちゃうんだよね、そう、別れたりとかあの、彼氏がバイクやめちゃったりするとやめちゃうのよ。ね、で、そのパターンがすごく多かった。 気がする、ね、今は分かんないよ。あんまその若い女の子との接点がもうないからさ、分かんないけど、うちさほん、年に1人ぐらいしかね、あの女性客来なかったしね、あのー、今は年に2人か3人ぐらいにはなってるんですけども、はい。分か,かんないけど、結構ね、女の人はね、本当、本当気を悪くしてもらえないんだけど、僕の経験上だと、あのそういう人がやっぱ多かったかな、ね。で、あとやっぱね、女の人で降りるケースがお多いのは、あのー、 バイクの買い取りのケースが多いのは、あ,あ,の、まあ、あんまりこう言っちゃ悪いんだけどあの、転倒とかね、事故とか、まあ、事故まで行かなくても、ちょっとこあの立ちこけで怪我しちゃったとかあの、どっかで故障して動かなくなったとか、あのそういう少しその肉体的に怖い思いをしてしまうとです、ね、乗れなくなるっていうか感じがです、ね、男性よりはちょっとシビアな気がするな、まあ、それはしょうがないよね。 だって女の人ってあのやっぱあの肉体的には男性よりも弱いからあの痛いことに関しては恐怖心ってすごく強いと思うし体格的にもやっぱ男性より劣る方が多いんであの体力的にもねねだからねあのバイクでどっか行った先でトラブったりとかしてしまうと恐怖感ってのはものすごく強く出るっていうのは分かります。はいね っていう感じはある,あるかな、うん、ただ、それいずれにせよ、あのー、それをね、あのいや、そんなことないよ、大丈夫だよって言って、無理やり乗るもんでもないし、でかといえばねあの、それに限らず、そ,そこで、えー、負けずにですね、えー、いや、もう私はそ,それでももう乗るんだっていう感じで、あのより一層こう深、深い深いバイ,クバイク沼にはまっていく女の人もやっぱりいます。はい やっぱりそういう方もあのいるんですね、はい。なので、一概には、まあ、言えないんですけど、あのそういう人が多い,多いけど、別に僕はそれは悪いことだとは思わないです。はいはい、あの何でもね、チャレンジして、やってみてダメだったら、やめるっていう選択肢もありです。はい、でまた しばらくして、やっぱりちょっとやりたいな、やっぱりあの時のバイクでかすぎたから、ちょっとこのちっちゃいやつでもう一回乗ってみたいな、ある映像を見て自分もやってみたいな、免許は持ってるな、前はちょっと降りちゃったけど、売っちゃったけど、またやってみようかなっていう日も来るだろうし、ね、大切なのは僕は挑戦するべき、挑戦することだと思ってますので、た、あ、と、のー、えね、それがあの軽い転倒とかでトラウマになってバイクを降りちゃったとか,とかしても、僕はあのそれはそれで全然、 あの乗ってみて怖いただ単純に事故っても何でもないけど乗ってみて怖いからあやめるっていう人もいましたはいでもそれはいいじゃんいいと思うだってそれ怖いのに無理やり乗ってて本当に怖い思いをするよりはやってみてあダメだ自分っていうのはねあの全然 その生存する意味でねあの、生き残る意味で大事なセンスだと思いますのであの、悪くは言わないし、いいと思います。で、そこでうちに売ってもらえれば、まあ、僕はですね、あのそれで、えー、おお飯を食っておりますので、えー、ウィンウィンな市場ですしね。はい、あとね、なんかその男女に共通して、そのバイクを売るときの面白い。 面白いっていうか理由、理由が、まあ、あの、まあ、男性絡み、女性絡みっていうのかな。まあ、僕だとね、あの、昔の動画であったでしょあの、まあ、僕は販売してるからさ、あの、バイク降りるとかそうじゃないけど、あの、元カナが乗ってたから、これはもう手放しますとかね、あるじゃないですか。ね。それとか、まあ、あの、女性にね、言う話だと、まあ、その逆もありみたいなね、えー、こともあるかな。うん。ね。 ただ、ちょっと一つだけね、メンバー動画でも話したんですけど、この業界、男が多いのよ。すごく男が多いの。で、その中にはね、非常にその、女性に対してもうこうなっちゃう人っていうのはね、結構な数います。特にあのネット上はその密度が高い。で、そういう人に粘着されてバイクやめてくケースっていうのはね、結構、年間数件聞きますね、は。い でそれはね、すごくもったいないことだと思います。バイクはね、誰かと一緒じゃないと乗れないもんじゃないので、あのそれが原因でこう降りるっていう可能性があるぐらいだったらね、あのソーシャルに登録したりだとかあの、ネットに写真載せたりとかね、そういうことはしない方がいいんじゃないのかなとか、そういうふうには思います。はいえまあ、いずれにせよ、あの僕はね、まああの、思うんですけどあの、世の中のね、一期一会、出会いと別れ。 ね、あの別れが綺麗な理由の方が少ないと思うんですよ、それは人であっても、物であっても同じことだと思います、綺麗にしようと思ってい、えー、く努力をする、それはねあの非常にこう美しいことだと思うんですけどもあの、どんなネガティブな理由であっても、ですね、えー、それはあのその人の人生のただ単に分岐点なだけです、その分岐点に対して僕自身がねオートバイを通じて絡むこと絡むというか、ですね関わることができるで、そこに呼んでもらえるで、その思いを受け取ることができる。別にそれを動画 動画でこう晒したりとかね、まあ言ってくれって言われたら言いますけど、あの動画の中でそれをこう、いやあいつこんなんなんだよとかね、そんなことは絶対言わないです。はい。え、いいバイクを僕に買い取らせてくださってありがとうございますと、僕が大事にこのバイクを次のおさん、きちんとした人を探しますし、えー、あとはね、その、 まあ年式は古いものに関しては、まあ、今下でも作業してますけど、商品化に際していろいろこう、部品交換とか整備とかできる範囲なんですけどもね、えー、やってから出します。なので、ちょっとでもね、お化粧、化粧直しみたいな感じでですね、いい状態にして、売っていきますのでと、次の次のさん探しますのでと。で、その中で僕は利益を得て、従業員を養っているということになりますので、はい、そこはね、気兼ねなく声をかけてもらって、 利用,させてもら利用してもらえればなというふうに思います。はいね、まあでも、あのー、僕がねあの本当バイク買い取ってく中であのこれはちょっとその悲しいなっていう時はやっぱりその病気ねあの本当はもうまだ全然乗りたいんだけどもあのご病気のせいでバイクに乗れなくなってしまってっていうパターン ねあのー、本人としても、ね、あの病気でもバイクを置いときたいという気持ちはきっとあると思うんですけどもあのそれも永遠にというわけにはいかないある程度置いておいてもう、あのー、心の整理はついたのでという形で,です、ねえーまあ、病気だったりその加齢によるもの ご年齢によるものだったりとかっていうので、えー、このバイクがもうそろそろ僕のところから旅立つ羽ばたく時が来たと思うんでとういうことでですね、えー、買い取らせていただく、ね、これはねとても僕の心に迫るものがやっぱりあります何でかっていうといつか自分にもそういう時が必ず来るんですよ今元気だからいいけどそのうち年を取ってもしかしたらこの先病気をするかもしれないし怪我をするかもしれないし バイクっってやっぱ、ね、5体満足じゃないいと乗るのが難しいんですよ。まあ、そうじゃなくても乗れる仕様っていうのはあるんですけども、かなり無理をすることになると思うし、やっぱり、ね、いろいろ考えた上えであ、乗れなくなる時っていうのは絶対に来ると思うんですね。ねそれが早いか遅いかの違いなだけで、そういう現場、そういう元オーナーさんからバイクを買い取る時っていうのはです、ね、なんかものすごくこう自分自身、ね、あのーなんかまあ、もちろんいつも買い取りをすると嬉しいんですよ。 ね、それは飯の種ですからね、あの買い取りたわわい、ね、これでまた稼げるぞ、給料払えるぞ、ね、あのご飯食べれるぞってあのなるから、それは買い取りができたときはすごく嬉しい、純粋に嬉しいんですけども、あのそれ、えー、とお一緒にですね、なんというか、あのー、ね、あのー ご病気とかご年齢とかでそのバイクをもうやめるっていうシーンというのはですねなんというかそのこの先の自分のラストシーンをですねあの他の方から見せてもらってるようなですねそういう気持ちになりますよねうんねいいか悪いかで言ったらねすごくいいことだと思いますそれはね僕もあの要はね事故ってね事故ってこうあの僕が命を落として そこで終了とかじゃなくてですねその方はそこまでバイクをこう乗り切ったわけなんでねあのゴールに行ったわけですよねでそれをこう見るっていうのがねあのまあ何ていうか自分はどういう形でそこまで行けるのかなとかねそういうのを帰り道に考えたりとかしますね はい、もちろんそれを次のオーナーさんにこう言ったりとかっていうのはないですけど、あの言ってくれって言わたら言いますし、あれあのまあ、言った方がいいかなと思ったら言いますけどあの、話のネタにするっていうことはね、そういうのは本当滅多にはないしあの、あんまり動画でこう言っていい内容でもないと思いますんで、ちょろっとは言いますよ。ね 例えば、あまりに状態がいいものがなぜここに来たのかっていうふうになってくると、まあ、邪水する人もいるので、そういう人たちに対してのね、あの、説明にしかならないんですけども、まあちょっとお体の都合でっていう話をしたりとかするんですけど、まあその程度です。細かいことは言わないです。はい。ね、なんですけど、ね、あの、そんな感じで、いろんなそのお客さんというか視聴者さんがね、僕が、僕をどういうところで知ってくれて、 でどういう気持ちで声をかけてくれたのかっていうのがね、非常にこう勉強になるし、これからどういう動画を撮っていこうか、どういう活動をしていこうかっていうですね、えー、そういう方針にはあの、そういったお客さん、視聴者さんとの話から僕は成り立っています。逆に言うと、動画のコメントは読んでるんですけども、動画のコメントで流されたりっていうのは、僕、実は,は,は,はほとんどないんですねあの。コメントは氷山の一角だと思う。 でも僕と取引をしてくれて実際にお目にかかってお話しする人はものすごく大事だと思う。それは氷山の一角ではなくて氷山の根元だと思ってるんで、そういう方との会話っていうのね僕は大事にして、今日もですね、バイク売ってくださいっていうですね、お話をちょいちょいこう混ぜながら動画を撮ってます。この動画だけじゃないんですけど、そういう活動をしてますので、二宮だったらいいかなと思ったら声かけていただければあ幸いです。はい。 えー、以上をよろしくお願いします。失礼します。